どうも、熊八です。ワードプレステーマシリーズ151回目。ついにね、150回超えちゃいました。今回は、今ご覧になってます、ムディータでいいのかな、ちょっとね、このララテーマさんのムディータっていうのがですね、おすすめの中に入っておりまして、まあ、ちょっと、注目のテーマであるということでですね、SEO フレンドリーとか、モバイルフレンドリーであるということで、紹介されております。ね、まあ、僕の翻訳が、合ってるかどうかは、ちょっと定かではないんだけど、まあ、と言ってもね、ほとんどGoogle 翻訳を、こう、ね、こんな言い方しないだろうって、ちょこちょこと直した程度の翻訳なので、その辺ね、ちょっと自信がないところもあったりするんですけども、実際ね、入れてみたらわかるだろうというところで、また、ワードプレスの方を用意させていただきました。はい。こちらの方にですね、実際記事もちょっと入れてるので、まあ、入れてみたら何かわかるだろうというところでですね、進めていきたいと思います。で、こちらの新規追加からですね。人気っていうところにちょっと表示されてたよねっていうところで、ちょっと見てみようかなと思うんですが、おすすめだったかな、注目だったかな。でね、ここコロコロ変わるんでね、パッと出てこないときは、こうやって検索をした方が早いです。まあ、インストール終わるとね、有効化のボタンに変わるので、有効化をすると、必須プラグインがあれば、上に煩わしく表示されるんですが、しっかり表示されましたね。まあ、ただね、こういう、デモインポートの機能とかはね、後からいっぱい出てくるよりは、最初にインストールしてた方が、硬いです。アクティベートしたんですが、ここに出てこないんだけど、どうしたもんですかね、みたいなね、ところはあるんですけども、あ、移動するとこういう風に出てきましたね。で、デモインポートをちょっと、やってみようと思うんですが、英語ばっかりで、どうしたもんでしょうというね。
ああ、ここからアップロードデモファイルがあるにはあるんですが、この状態ではちょっと、英語ばっかりで分かりにくいなっていうのが本音ですね。まあね、先に、テーマを作ってしまおうかなっていうところでですね。こんな感じでね、まあ、固定名の名前と、固定名の説明、ね。一応僕の場合は、誰が見ても、ああ、ムディータの固定名ですねってわかるようにしてます。はい。まあ、その方がね、後からね、いつまでも僕がこのサイト触らなくても、後から見た人が見ただけでわかるっていうようにするっていうのは、まあ、一応僕のやり方ではあります。はい。ということでね、あとはもうこのボタンをクリックすると、固定名が簡単にできます。これだったらね、初心者の方でもできるでしょっていう形にさせていただいております。で、まあ、固定名作成プラグインのね、入手方法とか、そういったことは、YouTube 動画詳細の方にね、しっかり明記しておりますので、有効に活用していただければと思います。で、ここからですね、じゃあカスタマイズやっていきましょうっていうことでですね、カスタマイズの方に移っていきます。で、まあ、こんな風にね、出てきて、まあ、追加スタイルシートまでか、ザーッと並んでるんですけども、まあ、インフォメーションリンクスはスルーします。で、デフォルト設定からですね。で、デフォルト設定には、サイト基本情報、色、背景画像、で、スタティックスフロントページっていうのがあるんですけども、ここをね、まずちょっと、こう選んどこうかなって思うんですけども。まあ、これもね、テーマの設定の仕方でね、どういうふうに変わっていくかっていうの変わるんですけども、多分いろんなセクションとかがあるので、これをちょっと一回、切ってですね、もしかしたらちょっとテンプレートを変更しないといけないかもわからないんで、確認します。フロントページってなってますよね。で、これを開いてですね、ここですね。で、これがないものもあるんですけども、ページ属性の中にですね、親っていうのだけはあるんですけど、テンプレートっていうのが出てないものもあったりします。で、やはりここホームページっていうふうに、テンプレートがありますので、このテンプレートを変更して更新します。で、その上でですね、この外観をもう一度開いてですね、
カスタマイズに移っていきます。はい。今ね、何も設定してないので、こんな感じなんですけど、まずデフォルトからいきます。サイト基本情報、ロゴ、タイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコン。ね。ロゴはね、テーマによってコロコロサイズ変わります。で、これは 180×42 ピクセル。これがね、ちっちゃい方は入ってんのかな、これ、こっちでなんとかなんないかなっていう。ちょっと幅が大きいんだけど、切り抜かないにして。なかなかね、ジャストサイズのものって見つけにくいんですよね。で、サイズが分かっていれば、そのサイズで作る、もしくはリサイズしておくっていう風に、すれば一番いいんでしょうけど。で、それに対してね、こちらのサイトアイコンですね。で、これをクリックすると、タイトルとキャッチフレーズが消えます。ロゴだけになります。まあ、ロゴだけっていうところが多いですけどね。で、サイトアイコンはね、どのテーマになっても、変わることはありません。512ピクセルの正方形ということでね、どのテーマでも統一なので、ちゃんとお金かけて作ったものでも、無駄になることはありません。で、ヘッダー設定ですね。ヘッダー情報。まあ、電話番号ですよね。ヘッダー情報を有効にするっていうのを入れてね。フリーダイヤル持たれているところとかはね。こんな感じで、入れておけば、こういうふうにアイコン付きでね、表示されますよね。で、ホームページ設定は終わってますけど、一応確認だけ、ここはホームページ設定っていうよりも、フロントページの設定っていうことですよね。で、あとパンクズリスト、ね。で、ここでちゃんと有効にしておきます。はい。で、ソーシャルの設定ですね。で、ヘッダーのソーシャルアイコンを有効にする。で、ソーシャルセクションを有効にする。ね。で、ソーシャルセクションのタイトル。ね。ここはですね、こういう感じでね、あとアドレスを入れていってね、まあこの中で必要ないのは Google プラスぐらいですね。もうすでにないやつを入れたって無駄なだけですから。こんな感じね、こう、アドレスをね、どんどん、入れておきます。
で、Facebook とかね、個人のアカウントより Facebook ページをちゃんと作って、Facebook ページにリンクさせる方が、絶対的にいいと思います。まあ、こうやって作ってるとね、こうやってテキパキ、コピペで、全部反映させられますので、結構便利です。まあ、とりあえず、Google プラス以外は、全部埋めました。で、これで、公開という形でですね。はい。で、これがソーシャル設定。で、Twitter のセッティングですね。要は、コピーライトテキストを入れるかどうかっていうところなんですけども、まあ、ここはスルーしときます。で、メニューウィジェットになるんですが、まずはホームページ設定、バナーセクション、バナーセクションを有効にする。で、バナー投稿を選択。ね、これは投稿の中から、まあ、選んでいけるように、なってはいるんですけども、ここはですね、どれ選ぼうかな。で、続きを読むテキスト。まあ、これ続きを読むでいいんじゃないかな、みたいな。なのでね、この、まあ、ヘッダー画像みたいに表示されるものっていうのが、要はですね、アイキャッチ画像のサイズになるってことです。はい。まあ、ここに一番強調したい記事を持ってくればいいってことですよね。考え方的にね。で、特集セクション、ここをね、選んだものが、こうね、で、ここはですね、特集っていう場合もいいんですが、注目記事みたいにね、ところで、ここはね、空白でもいいと思いますよね。まあ、どんな形になったのかなーって、こう、確認するとですね、まあ、こんな感じで、ちゃんと OGP をね、使って、こういう風に表示される。まあ、OGP というよりは、まあ、アイキャッチ画像っていうのが正しいんでしょうけど。で、これを、まあ、公開します。まあ、今回ね、無料、有料問わず、ページビルダーをこう特集してみたって感じなんですけどね。で、サービスセクションですね。
で、サービスセクションを有効にする。ね、売るものがあればっていうことなんですけども、こちらもですね、これ、残念なことに記事からなんですよね。で、売るものがあれば、この記事そのものがなければ、何の意味もないというね。まあ困ったな、みたいなところはあるんですが。まあこういうふうに、表示されますよっていうところでですね。まあこれってサービスなのかなって、まあ思われるかもわかんないんですけど、で、チームセクションですね。チームセクションを有効にする。チームセクションの、タイトル、コンテンツ。で、カテゴリーですね。で、カテゴリーはですね、まあ、で、まあ、ここはですね、こういうふうに、ね、やってですね、こういうような感じで、ここはスライダーセクションになりますね。はい。で、まあ、これで有効っていうふうにして、ブログセクションですね。ブログセクションを有効にする。ね、ブログセクションのタイトルは、ブログ一覧でもいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、とりあえず3つ表示されておりますけども、まあ、数は、こう、表示できないみたいなんですが、お客様の声、カテゴリー。まあ、表示するんだったらこれチェックを入れるんでしょうけど、3つ選べます。で、まあ、お客様の声はカテゴリー作ってんですけど、記事入れてないですから、今回は端折ります。まあ、これでね、まず、ページがどのように、こういうページからね、変わったかっていうところをね、ちょっと見てみます。更新かけてですね。はい、こういうように出てきてですね、メニューがこういう風になってるんですね。なんかもう、パソコンでもスマホでも同じようなメニューの状態なのかな、みたいな、そんな感じは受けるんですけども、はい。で、上のソーシャルのボタンが出てないかなっていうところはあるんですけども、まあソーシャルセクションを有効にしてるので、まあその辺は、深く考えなくていいかなっていうのはありますけども、まあここでね、出してるんで、まあ結構ね、記事から選ぶっていうことを考えて、まあ固定ページよりも、記事から、追加していくっていうことを中心に考えているテーマなのかなっていうところですね。はい。で、あと、こうね、この、フッターとかね、メニューのこうカスタマイズとか、
この辺ちょっと開いてみて、で、こういったね、クマハチラボっていうので、ね、ポイントすると、リンクになってますので、そのまま表示してると、要は、ね、なんて言うんでしょう。この、ワードプレス ID が丸見えになってしまいますので、この表示を消しておきたいかなっていうところですね。はい。ね、まあ、ここにカテゴリーと、タグが表示されてますよっていうね、ところですね。で、まあ、ここにね、前のページ、次のページが表示されてるんですが、まあ、タイトルだけなんでね、これちょっと、アイキャッチ画像をね、一緒に表示してあげる。で、フォントアイコン使ってあげるっていうところまでちょっとしたいですね。はい。まあ、記事ページはこういう感じになります。で、カテゴリーもね、こうやって階層化表示するとなんかちょっとかっこいいですね。まあ、ここまで考えた作りになってますね。結構ね、こういう装飾をおろそかにされてるテーマも結構あるんですが、まあ結構こういうところ、気遣いしてくれてるんじゃないかな。そういうふうに思います。ただね、記事ページになると、このヘッダーがなんかちょっと寂しいかなって思いますけどね。まあこの辺は、まあカスタマイズで対応するしかないのかな。ふうに思ったりもしますけど。で、設定がね、この投稿者の表示を削除する設定がなかったので、こちらの方にですね、まあ、そのあたりはスタイルシートで対応するしかないのかなと思います。で、まあ、ここなんかもね、スタイルシートで、背景を入れるっていうのもありなのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、ヘッダーこれだけなんですけど、こういうのがね、ちょっと出てきてなかったですよね。まあ、このアドミンバーが邪魔してるのかもわかんないですけどね。はい。まあメニューがね、邪魔してないっていうところがね、なんか、ちょっといいかなって思いましたけど。で、この状態で、ちょっとウィジェットを確認してみようかな。ウィジェットが右サイドバー、あとフッターっていうのがあるんですけども、ここで設定するよりは、ウィジェットのページをちょっと開いてみましょう。これでとりあえずひとまずちょっとカスタマイザーは閉じてですね。ウィジェットですね。はい。で、ララテーマの中からこういうものがこうね、選ばれてるんですけども、まあ人気の投稿とかってね、フッターに表示するのもありかなと思いますね。5個ぐらいね、表示させて、これサムネイル付きなんですよね。投稿日を表示するね。投稿日あった方がいいですよね。まあ僕が書くような記事もそうなんですけど、まあソーシャルでの使い方とかそういったものも一緒で、基本的にですね、いつの時の記事なのっていうのがすごく重要になってきます。というのも、コロコロ仕様が変わりますから、
古い記事はもう当てになんないんですよね。で、僕が書いた記事も、古い記事はあんまり信用しないでくださいね。やはりこう、数ヶ月おき、もう、どうにかするとね、1ヶ月ぐらいで仕様変わっちゃうっていう時も、あったりしますんでね。その時に、そのやり方も使えないよっていうことも多々あるんですよね。で、まあ、たくさん記事書いてたりすると、こう削除したり、この記事もう使えませんよっていうことを書いたりするっていうのがね、もう間に合わないこともたくさんあるんですよね。で、そういった意味でね、投稿日をね、ちゃんと表示してあげて、その判断を、まあ、ビジターの方に、自由にしていただけるようにするっていうのも一つの方法だと思うんですよね。で、あとね、まあ、こう、振った1、2、3ってまだあるんですけども、まあ、ここの3つがね、ララテーマが作ってるウィジェットだと思うんですが、まあ、最新記事とかはね、もうこれ、最近の投稿があるので、ここを入れ替えた方がいいかな。これを削除してね。そうするとね、サムネイル付きで表示できるんですよね。で、あとね、これ、ジェットパック、まだ有効にしてないよね。ジェットパックとかを有効にするとね、いろんな、なんて言うんでしょう。ウィジェットを使います。例えば、Facebook の、ページプラグイン、Twitter のストリーム表示、そういったものが、使えたりしますので、まあ大体僕の場合はこの1、2に、設定してますね。で、3はね、結構ね、このナビゲーションメニューを使ったりします。で、ドラッグしても入るんですが、こういう入れ方もありますよと。で、まあこういった感じで、関連サイトという風に表示してですね、まあ、1、2はちょっと空白のままで、今のところ置いておきます。ジェットパックをまだ、こう、有効にしてないのでね。で、まあ、とりあえず更新をかけて。で、こんな感じで表示するってことですよね。で、ページを見ると、ね、最近の記事っていうタイトルはそんなに変わんないような感じなんだけど、まあ、ここにサムネイルができるってことでね、ただタイトルと日付だけ表示してるよりは、こっちの方が、よろしくないですかっていうところではあるんですよね。ということで、まずこのね、投稿者名の表示を、次にちょっとやってみたいかなと思います。はい。ではですね、投稿者名のね、非表示。今回はスタイルシートで行います。このように、ドットバイライン、カッコ、ディスプレイ、コロン、ノーン、ね、インポータントっていうような書き方をします。はい。まあ、後ろのね、このインポータントがあるおかげでね、これを、最優先にやってくれっていう意味なんですよね。で、こちらの方でね、実際に、ページを見て、確認します。
はい。そうすると、この日付の隣に、出てるはずなんですけども、こういったところが、消えてありません。はい。こういうようにね、非表示にしておくっていうのが、非常に重要な、ことになってきます。なのでね、これしっかり、入れておいてください。これそのまんまね、丸写ししたら初心者の方でも、できますので、まあ最初、なんでこういう書き方するかわかんないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、こう同じようにね、追加 CSS っていうところで、丸写ししてやっておけば、セキュリティ的に少し安全だよっていうふうに、解釈していただければと思います。はい。で、あとですね、ちょっとウィジェットの方を見てみましょう。こういう形でですね、ジェットパックを使うと、こういったものがね、簡単に使えたりするんですよね。で、こんなページプラグインとかはね、フッターに入れるっていうのも一つの方法なんですよね。こういう感じでね。で、僕の場合は、よく入れてるので、こうやってブラウザが覚えてるので、すんなり、スラスラできるんですけども、ここで顔写真を表示っていうところを僕は外します。はい。なぜ外すかっていうのは、いいにしていただいた方が、表示されるように設定でなってるんですけども、すべての方がね、顔写真出してでもいいよっていうわけでもないので、たまに言われることあります。私の顔出てるから消して、ね、あなたの顔だけ消す方法ないんですっていうのが本音でですね。仕方ないから、全員表示しないようにしないといけないっていうことに、こう、そう言われてしまうとなってしまうんですけども、そう言われてしまうとね、あまりいい気分でもないので、最初から表示しなければ、それを言われる必要もないということでですね。はい。で、あとね、ララテーマがこういうウィジェットを、用意してくれてます。で、サムネイル付きで表示できるので、積極的にこういうララテーマのウィジェットを使うっていうのも一つの方法ではないでしょうか。で、フッター2の方にね、このタイムラインを入れてみようと思います。こういう風にしてやるとね、簡単に入ったりします。で、高さをね、Facebook が600だったので合わせます。で、こういうふうにユーザー名、自分のユーザー名を入れてね、保存すると、これで Twitter のタイムラインが表示されます。で、3と4は、こういうナビゲーションメニューとか、人気の投稿っていうふうにしてますので、これで、ちょっとページの方で確認してみようかなと思います。するとね、こんな感じで、ちょっとこれ時間かかるんですよね、表示するまで。こんな感じで、表示されていきますので、これで、どんな感じでしょうかということでね。はい。
あとね、こちらがサイドバーは、何か入れたいものがあればね、こう表示しておくっていうのも、いいと思うんですが、スマホではあんまり、こちらのサイドバーにいろいろ入れてもね、見られることが少ないですから、気をつけてください。はい。僕が独自に行ったアンケートなんかでね、やはり記事本体しか見ないっていう方が圧倒的に多かったので、ちょっとそれは悲しいな、みたいなね。サイドバーのところもね、たまには見てよっていうふうに言いたいんですけど、皆さん忙しい中でね、見ていただいているので、できるだけ記事の中に、同じような項目をね、見てもらえる仕掛けをやっぱり作っていくしかないんですよね。はい。ということでね、今回、この、ムリータっていうテーマを紹介させていただきました。ぶっちゃけですね、このムリータっていうテーマね、今回、初めて、こう、ぶっつけ本番でやらせていただいた割にはですね、かなりスムーズに、設定がどんどん進んでいったテーマの一つでもあります。はい。他のテーマね、こんなにスムーズに簡単に行くテーマも、なかなか珍しいです。はい。ということでね、慣れてない方がやるとね、ちょっと、あれってなるかもわかんないけど、頑張ってやれないテーマじゃないです。初心者の方でも。なのでね、初心者の方にもおすすめできる、テーマとしてですね、紹介させていただきたいと思います。こう、ね、ララテーマさんのこのテーマね、ムリータっていうので、ね、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい。ということでね、次のテーマでまたお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。